今日最後にですね、プレゼントをご用意していただきました。もうこれがね、素晴らしい商品なんです。ぜひとも皆さんお楽しみに最後まで見てね。山田マリアの美活のすすめ、いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、目の前に素敵な商品の数々があるんですけれども、こちらの商品で本当にね、美と健康にすごく大注目で、より美しくなりたい方たち、老若男女すべての方に買っていただきたい素晴らしい商品なのでご紹介したいんですけれども、そのこちらの商品を作られているトライフの手島社長にですね、直接お話を伺いたいと思います。社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。では行ってみましょう。私たちが、ね、今日いるところはですね、株式会社吉田さんという会社さんのスタジオにお邪魔してるんですけども、以前ですね、私がズームの講演会でお世話になったんですね。で、その時に社長さんをご紹介していただいて、今日念願かなって。吉田さんという会社さんは、歯医者の治療の椅子だったりとか、いろんな各種、商材を取り扱っている会社さんなんですけども、そちらで今日目の前にあるのが、歯磨き粉だったりとか、スプレーだったりとかあるんですけれども、そちらの商品を扱っているトライフの手島社長さんでございます。よろしくお願いします。株式会社吉田さんの方からですね、素晴らしい商品なんで、もう美と健康に特化したマリアさんの番組でぜひということでお話しいただいて、嬉しいです。で、私もその講演会の後にプレゼントしていただいて、すっごい良かったんですよ。で、その良かったのも内容を細かく今日ぜひ社長さんに教えていただきたいんですけど、はい、まず社長さんのトライフという会社さんの説明をしていただいてもよろしいですか。そうですね、我々はオーラルピースという歯磨き口腔ケア製品をやってる会社なんですけれども、研究を九州大学と一緒にやっていて、はい、口の中の虫歯や歯周病菌、それから肺炎の原因菌とかを退治してくれるんだけれども、飲み込んだら安全という歯磨き口腔ケア製品を作ってる会社なんです。すごいですね。普通クチュクチュペってして出さなきゃもう体に害になるんじゃないかっていう印象なんですけど、それが中に入ってしまっても大丈夫。そうですね、もともとは介護が必要な高齢者のために作られたものなんですけども、それが最近では宇宙、水のない宇宙ステーションでも使えるということで、国際宇宙ステーションとインターナショナル ISS ですね、あちらでの搭載候補品として今選ばれているんです。すごい、NASA 行っちゃう、宇宙に行っちゃうんですか。そうなんですよ、はい、すごい。 NHK でも特集されたりとかしてますよね。そうですね、小さい取り組みなんですけども、食べ物がこう体に与える健康とか、結構みんな世界で注目が集まってきていて、はい、こう毎日歯を磨くこういう口腔ケア製品とか、手に塗るハンドケア製品とかも、やっぱり安全性が今こう注目されてる時代になってきてるんですね。でも開発とか大変だったんじゃないですか。そうですね、今からだいたい10年ぐらい前に、その九州大学の方から飲み込んでも安全なこう抗菌剤があるよっていう話をいただいて、で、僕はもともとオーガニックの化粧品ブランドをいろいろヨーロッパとかで作る仕事をしてたんですけども。あ、そうなんですね。はい、でもその保存料入れてもあんまり売れないなと思ったんですが、ちょうどその頃うちの父親が癌になって、抗がん剤の治療をすると口内炎だらけになったり、それからこの今までの薬をこうやってうがいして吐き出せばいいんですが、嚥下機能が弱ってる方って飲み込んじゃうと、お腹のこう腸内フローラと呼ばれるいい菌がいっぱいいるんですけども、それも殺菌してしまってお腹を壊してしまう。まあそんなことから、こううがいや吐き出しができないお年寄り、それからまあ赤ちゃんもそうですし、まあペットとかもそうなんですが、そういった臓器や体が小さい人とか、外吐き出しができない人のためのものを作ってみようかなということで始まりました。あ、なるほど。地道にいろんな病院で採用されていて、全国の歯医者さんとかに、ね、そういったところで販売されています。なるほど。はい、最新作はこのハンドクリームで、ハンドクリーム、口の中の菌を殺菌して飲み込むっていうことは体にも優しいんですけれども、お腹にも優しいんですが、その抗菌剤というのは手肌にも優しくて、うん、今コロナで手荒れが皆さんすごいんですけど、もうアルコール負けしちゃってね、手ボロボロになっちゃって、そこにまたその傷に菌が増えちゃって、またばい菌になってしまうっていうのがあって、うん、こういった安全なのを使うとその場で殺菌できるのと、あと赤ちゃんとかワンちゃんとかが舐めても大丈夫だったり、うん、料理の時にママも使えたりとか。最高ですね、はい、そんなんで役に立てばいいなって。多分世界で初めてだと思うんですけど、食品の原料と、あとはオーガニックの原料だけで作った抗菌性のあるハンドクリームということで、ちょっとイノベーティブな製品なんです。素晴らしすぎます。スプレーの効能としてはどういったことなんですか。スプレーとジェルの、こういうジェルの形のタイプがあるんですけども、ジェルっていうのはやっぱり歯磨き粉に便利、ブラシにつけて歯磨いたり、はい、こういう風にできるんですけど、
スプレーが出かけてる時とか、やっぱり僕らも今コロナでうがいしたいなと思ってもすぐできない時とか、あと赤ちゃんとかマスクできなかったり、手でこう口触っちゃったりする時にこうシュシュッと簡単にでやったりできたり、あとまあ薄めてあのマウスウォッシュもできたり、まあ簡単に清潔にできることと保湿ができるので、ちょっと喉乾いちゃった時とか、そんな時にも使える製品です。これ本当に甘くて美味しいですよね。そうですね、グリセリンっていうあのキシリトールに似た成分が入って、保湿剤なんですけどちょっと甘みがあるので、あのちっちゃい子も嫌がらないでやってくれてちょっと便利です。やっぱり技術がどんどん新しくなってきて、今最近はこういうグリーンテクノロジーっていう、その今までの環境とか体に害がない、体にも環境にもいいんだけど、今までと同じ効果が出るっていうのが結構今世界で注目されてきて、これも環境にも優しい CO2 を排出を抑える製品に選ばれたし、これからの時代になんか面白い製品なのかなと思ってます。やっぱりどうしても歯磨き粉を作るときに保存をしなきゃいけないので、そのケミカルな物質が入ってしまったり、あとはそのエタノールっていうアルコールですね、あれを保存で入れるんですけども、それがどうしてもそのドライマウスの原因になって、ちょっと悪循環なことがやっぱり多かったんですね。それからこう世界中の人がケミカル物質で歯磨きをして、それを海に流し続けると、やっぱりそれもみんな最近気にする時代になってきたので、ね、流し続けるとか体に優しいことで、やっと日本の最先端の技術で実現できたんですね。このケミカルを完全フリーにして、食べ物だけでその歯磨き、だけどその効果っていうのを置き去りにしないで、医療現場で使える効果をその維持しているっていうのが、オラルピースの面白いところだと思います。いやすごい素敵です。会社様のねホームページ見させていただいたら、障害者支援をされてるっていうふうに書かれてたんですけども、はい、そちらの話もぜひしていただけますか。そうですね、たまたま僕の長男がちょっと障害があって生まれてきまして、その頃僕もそういった障害者のこととか一切知識がなかったんですけども、大人になってからやっぱり働いてもあんまり給料が高くなかったり、それか親御さんが亡くなっちゃった後ちょっと行き場がないというような問題があって、何か僕のできることでできたらいいなと思って、例えばこの箱の生産であるとか、あとはこの印刷物の印刷とか、あとはあるスプレーのこの緑の製品の箱と中の充填とか、あのいろんな少しずつですけれども障害のある方に仕事をそうしてもらいつつ、それから全国の今歯医者さんや百貨店とかでメインでこれを売ってるんですけども、全国の障害者施設があるんですね、数千箇所あるんですけども、そちらでも販売をされていて、はい、1個買っていただくとその施設 の1個につき何百円かが施設の方の給料になるので、ぜひまあそういった面でもあの応援してもらえると嬉しいと思います。素晴らしい。まあ、高齢者の今介護の問題が非常に大きいので、この事業をちょっと始めたんです。それは高齢者の介護コストが今10兆円を超えてきて、ものすごい負担になっている。で、まあ、そういったこれで飲み込んでも安全な抗菌剤入りの商品があれば、その介護のコストが下げられる。それと同時にそういったその製品を障害者が作ったり販売することで、その日本が抱えている社会問題を何か解決できたらいいなぁなんて思って始めたのが、ちょうどうまく高齢者と障害者の問題がすごい、はい、マッチしたというところ。なんかもう聞けば聞くほど本当にね優しい会社ですね。トライブね、すごいな、もう人にも地球にも優しくてね、素晴らしい本当に、ね、もうなんか社長さんのなんかこう人柄が全て全部反映されて、ね、なんか五光が差して見えます本当。いえいえ本当に今でもちっちゃい会社で、最初始めた時は研究者と僕の2人で、2人、はい、でそれ以来ずっとその吉田さんに支えてもらって、会社の先生方、全国の先生方に応援してもらって、今は社員は4人になりました。でも少ない。4人で回ります、こんな世界中の方たちに。そうですね、はい、いろんなパートナーの世界の人たちが助けてくれて、20カ国まで増えて、とうとう宇宙まで行くことに。そうですよね、ちょっと社員さん4人じゃ絶対足りなくなりそうですね。そうですね、これからちょっと増やしてね行かないといけないかもしれないですけど、まあ本当にその会社を大きくするというよりは、いい技術を使ってみんなにとって体にいいことをするのと同時に、それから社会だったらいいなっていうメンバーがみんなで集まってやってるプロジェクトなので、ね、ぜひね多くの興味を見ていただいてる人にもあの仲間になっていただいて、みんなのプロジェクトとしてやっていけたらいいななんて思っています。いや本当ですね。じゃあ
今日はあの素敵なバライフの手島社長にね、素晴らしい商品の数々紹介していただきました。でプレゼントの内容がすごいんですけども、こちらの3点ですね、歯磨き粉とそのスプレーとハンドクリームですね。でさらにですね、こちらですね、株式会社吉田さんのスタジオから今お届けしてるんですけども、その吉田さんがまあご縁をつないでくださってっていうところもありまして、なんと これをね、ぜひオーラルピースを使うんだったらうちで販売して取り扱っているこのペロリーナもセットで下ごけとかね、こういうのいろいろね除去するのにぜひ合わせて使ってほしいということで一緒にセットにしてくださいました。でさらにですね、こっちのオーラルピースの外出用の外で使う切りの1回分ですね、それをこんなに手袋もつけて、これ全部セットで10名の方にプレゼントということでご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。すごい、私がねやっぱり安心安全なものを使いたいと思うのをあの理由に、舌下吸収とかってすごい食べる時とかも大事じゃないですか。でなんかこう不注なものだったりとかもなんかやっぱり吸収率がここ粘膜だからなおいいじゃないですか。だからこそこのオーラルピースを使っていただいて、その違いぜひ実感していただきたいですよ ね体の全体の入り口が口なので、うん、やっぱり病気も食べ物もあの気をつけていけたらいいですよね。本当ですね。もう本当にねコロナに打ち勝つためにですね、うん、もう免疫力爆上げでね、いろいろ体に優しい、地球に優しいことにね、はい、皆さんと一緒にね邁進していきたいと思います。皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお待ちしております。ぜひとも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。